はい、皆さんこんにちは。ロボット大好き J と申します。さあ、今回ご紹介するアイテムはこちら、セイントクロスマイスシリーズからアルラウネのクイーンです。また聖夜かよって感じですけれども、でもまあこの動画をご覧になっている方も多分結構好きですよね。というわけで、そんな同志の皆さんと一緒に今回はこの商品を遊んでみたいと思います。これ実際は2月の商品なんですけども、僕今回初めて遊びます。さあ、ではまず中身見てみましょうね。このアルラネのクイーンというキャラクターは、バジリスクとミノタウルスと3人まとめてシリューに倒されちゃった役なので、そんな人気あるのかなと思ってたんですけども、まあ、今回商品化されました。どうやら前に行われた商品化アンケートで2位を取ってたらしいんですよね、まあ、そういえばなんですけど、まあ、といった感じで説明書を見た後は次は中身を見てみたいと思います。アニメ化されるまでは、これ当時女の子なんじゃないかと思われていたキャラクターらしいんですよね、まあ、僕もそう思ってました。続いて付属品の表情パーツ、こちらは謎の顔、マスクをつける際の髪の毛のパーツ、後ろ髪と前髪、そして手首、開き手、表情のついた手、そして握り手といつも通りの手甲パーツ、これは手首に取り付けますね。次はサープリスアーマー類を出してみます。これ分かりやすいようにブリスターに入ってた時の位置で並べてあります。それでは早速装着させていきますよ。まずは頭部を取ります。そして両手は万歳、いつも通りですね。そして手首を取り外して、で足首も両方外しちゃいます。これで素体の装着準備は完了です。さあ、ではまず腰パーツ、これ前後に分割してそのまま腰にはめます。続いては胸アーマー、これ胸のパーツですね、前の部分を一旦外します。そして開く時ですね、こっち側から開けましょう。この下の方を僕押して開けてます。両方開くとこんな感じで、ここにある突起ですね、ここ、これは後で花びらのパーツを背中に取り付ける時に使います。でこの状態で素体にかぶせていきます。ここはいつもの感じですね。でこっち側から締めましょうね。でこれで反対側を締めて OK。 そしたら腕を下げて胸のこのさっきのパーツをまた元通りつけます。そしたら次、この襟のパーツですね、これを上から通します。そしたら次、肩アーマーですね、この部分、この向きでここに穴に取り付けます。もう一個肩アーマー、これでっかい方ですね、ここにはめます。反対側も同じようにいきます。ちっちゃい肩アーマーと大きい肩アーマー、そしたら二の腕のパーツを通します。これもいつも通りの感じですね。で腕のパーツを通します。そして手首を取り付けます。これね、肘曲げた方が僕は取り付けやすいんですけどね。二の腕のパーツ、腕パーツ、それで肘をちょっと曲げて押さえながら取り付けてます。よいしょ。そしたら次は足ですね、右太ももパーツ、この向きです。で今度は膝アーマー、膝もやっぱり曲げてですね、でこの穴に差し込んでます。そしたらすねのアーマーを通しますが、すねはですね、こうやって分割できるようになってます。これ後でオブジェの時に分割して使います。で足首をはめて完了。次反対側いきます。あ、これ胸パーツポロリ多発説がありますね。そして膝、やっぱり僕膝こうやって曲げた方がですね、滑らないんですよね、手が。でスネはめて最後に足首で、次はですね、こっちのブリスター出しましょう。でこのツタのパーツですね、これを使います。
これは肩アーマーのこの穴、わかりますかね、ここに差し込みます。反対側も、これ結構グリグリ動きます。はい、これでボディは大体 OK かな。次は頭いきます。こちらもいつも通り髪の毛外して、これね、最初取りづらいですよね。で、今回後ろ髪も交換するので、こっちのパーツに取り替えます。で、前髪も交換します。はい、つるんとしてますね。で、これで胴体に装着すれば、はい、完了です。次、マスクパーツいきます。これ説明書通りだと、なんかこの左右のですね、この尖ってるパーツを、まあ一回外すらしいんですけども、で、これで頭にですね、見えますかね、中に突起があるんですけど、それをこのてっぺんの穴に差し込みます。はい、そしたらさっきの外したパーツを元通りつけるんですが、これがですね、意外とやりづらい。とやれば OK です。でもこれ、実は、このままいけますよね。うん。僕はこれ、このままやろうかな。さあ、最後です。背中にこの花びらのパーツ、これを取り付けましょう。それぞれの花びらのパーツが少し動くようになってます。この向きで取り付けます。でカチッとはまるまで、はい、今はまりましたね。これでサープリス装着完了です。クイーンって名前だし、当時はやっぱり女の子だと思ってたんですよね。原作漫画だとシリューに一撃食らうまでは目は隠れてたので、やっぱりこっちのパーツに取り替えたいですね。まあ、まずマスク外しまして、で前髪も取って、まあ、僕このままいきます。表情パーツ外してこっちに交換、まあ、これで元に戻します。やっぱりこっちの方がまあ原作っぽいですね。まあ、マスクっていうかヘルメット取られた途端にやられちゃったんですよね。必殺技はプラットフラウアーシザーズ。これ再現しようと思ったんですけど、アニメだとですね、両手を真上に上げてるんですが、さすがに今回このアイテムだと再現できないです。まあ、今回 EX じゃないので、まあこれが限界かな。そしてクライマックスはオブジェ形態への感想。まずはですね、このボディから両手と両足を外します。これ下外して、ここですね。で、この太ももを両方とも外してバラバラにして、これでスタートです。まずは腰アーマー、これをですね、また分割して前と後ろに、これ前から行った方がやりやすかったです。とパチンとはめます。はい、そしたら次胸アーマー。胸アーマーはまたここを外します。で、さらにこのパーツ2つに分割します。これ両方とも後で使えますからね、なくさないように。はい、そしたらアーマー開いて、またこっち側から、そしてオブジェのボディにかぶせます。ちょっとかぶせづらいですけれども、これちゃんとはまりますので、はい、そしたら締めます。そしたらオブジェの胸パーツを取り付けます。これで一旦 OK。 次手ですね。手首を取り外して、で腕のアーマー類を取り付けます。二の腕とこの腕アーマー取り付けて、そして手首には指向のパーツを取り付けておきます。これで元に戻します。これ手のひらの向き決まってますのでご注意。そしたら腕を取り付けます。反対側も同様です。二の腕、そして腕パーツ、
して手首、これこの向きです、この向きです。これで元に戻す。そしたら次肩アーマー、こっちがですね素体に取り付けていた方の肩アーマー、そしてこれがオブジェ専用の肩アーマー、両方使います。まず先にこっちのちっちゃい方の肩アーマーを取り付けて、反対側も言っときましょう。取り付け方はさっき素体につけていた時と同じようにこのくぼみにはめます。そしたらこの大きい方の肩アーマーですね、これオブジェの時しか使わないです、ここにはめます。そして太ももいきます。太ももパーツには太ももアーマーをそのままかぶせます。これ左側ですね。ただアーマーの向き変わってます、ご注意。はい、このトゲを外側にした感じでかぶせます。これで OK。 そしたらここに最後にこのパーツつけるんですが、これ先にですねこの穴のとこに膝アーマーはめときましょう。はい、これで OK。 そしてここで元に戻す。この方がやりやすいですね。そしたら次は台座の組み立てに入ります。これまずは左すねアーマー分割しまして、でこの向きでここに通します。台座用のアームがこれなんですけど、これを先っぽをまずちょっと一旦外しときます。でここにつなげて、でさらに右すねアーマー持ってきます。これです、分割して、でここに通します。そしたらさっきの先っちょのパーツ、これ元に戻します。次に襟のアーマー覚えてますか？これ首に通したやつ、これを逆さまにして、でこの向きでかぶせます。この向きです。続いてこれです。これオブジェにしか使わないパーツなんですけれども、これともう一つ、これもオブジェ専用、これを一回組み立てます。この位置にはめます。さあそしてここでなくしてませんか、胸アーマーから外したこの胸パーツ、これの一つ目をここにつけます。はい、この位置です。これ逆さまにして、この台座のアームの先っぽにまた取り付けます。で胸アーマーから外した胸パーツはもう一つこれですね、これをこっちにつけます。そしたら鎧の方のこの大きなショルダーアーマーですね、これをこの向きでカチッとはめます。この向きです。はい、これではまりました。そして次にスネアーマーから取り外したこの部分ですね、この残っていた部分をここに通します。向きはこの向きですからね。このオブジェの時にしか使わないパーツがあるんですけども、これをですねここに通します。これ上に四角い穴が見えますか、開いてますので、これをここに通します。そしたらですねツタを取り付けます。はい、もう少しで完成です。次は花びら、この向きで押し込みます。そしたらですね最後にこのパーツが余るんですよ。これをボディの背中のこの突起ですね、ここにかぶせます。
そしてマスクを装着。そして接続。はい、これでオブジェ携帯完成です。怪しいですね。最後にまた一つセイントセイヤエピソード語らせてもらっていいでしょうか。セイントセイヤの原作漫画って週刊少年ジャンプだと途中で終わるんですよね。で最終決戦の途中で終わっちゃいまして、で残りは V ジャンプの方に読み切りで後日掲載されたんですよね。でそこで完結するっていう。だからなんとなく最後なんか駆け足気味で進んでるような気がするのは、まあ、そういうわけかなっていう気もします。最後の最後にちょっと気になる点で、これ組み立てる際にですね、結構パーツが擦れちゃうみたいで、ここ見えますか？これ塗装剥がれちゃったんですよね。胸アーマーも僕ここ爪で開くときに引っかいちゃったらしくて、もう剥がれちゃいました。これ皆さんは気をつけてくださいね。というわけで今回はセイントクロスマイスアルラウネクイーンをご紹介させていただきました。楽しんでいただけましたでしょうか。気に入っていただけたらチャンネル登録グッドボタンを押してもらえると励みになります。よろしくお願いします。このチャンネルでは新旧のおもちゃで遊びながら作品に関するエピソードなんかもご紹介させてもらってます。あ、それ知ってるわとか共感していただける同士の方がいらっしゃいましたらコメントお待ちしてます。さて次回はどんなおもちゃで遊びましょうかね。また次の動画で皆さんにお会いしたいです。ごきげんよう。ではまた。